どうも皆様、こんばんは、くんひろです。やっと来ましたね、この日が。僕もなんとか間に合いました。散々間に合わないと言われましたけども、なんとか間に合いました。コメント欄で、まるで夏休みの宿題のようだなと言われたんですけども、僕の夏休みは7日間しかありませんからね。それでは皆様、乾杯の準備は用意はいいですか？いきますよ。コーラでもお酒でも何でもいいです。一緒に乾杯しましょう。キングダムハーツ3発売おめでとうございます。乾杯。あ、炭酸があんま声なかった。今シューって気の抜けた音がしたね。乾杯。あー、うまい。今日は格別な味がするぜ。ちょっと動画配信に関する注意だけ見させてもらっていい？はい、オッケーです。いや、 BGM すーげー壮大なんだけど、やば。動画配信に関しましてはですね、録画禁止区間がありましたらそこはカット、僕の感想だけにしたいと思います。じゃあしっかりとその辺はね、配慮していこうかと思っておりますので、よろしくお願いします。それではキングダムハーツ3始めていきたいと思います。プラウドモードで、あ、クリティカル今回ないんだ。まあ途中でやってったら出るのかな。途中でってか、まあ一回クリアしたらってことね。いやー、今ものすごく高まっているんですけども、何これ何これ何これ、繋がる心が俺の力だ。そうなんだよね、 CM というかトレーラー的なやつを全部見ました。生放送をやった後全部見てきました。途中元気がなかったりしたんですけども、このキングダムハーツ3に繋がるワクワクはもう忘れられんねえから、元気に行くよ俺は。最後まで元気に行くぞ、何があっても。うわ、え、綺麗すぎる。あ、これってあれじゃん、マスターズ野郎とか言ってた。うわー、いきなりこのシーンから始まるんだ。すごいね、水中にも今家があったように見えたぞ。それともただ反射していただけなのか。うおー、これが天国への階段っていうとこなのか。いや、すげえとこだな。そしてこのシーンは、キーブレード戦争って知ってる？ああ、エラクスとゼアノードだ。当然だろ。大昔、キーブレード使いたちが光を奪い合ったってやつ。マスターから何度も聞いたさ。奪い合った光でキングダムハーツを出現させて、何がしたかったんだろうな。さあな、戦争を起こす理由なんて理解できないよ。じゃあロストマスターって聞いたことある？何それ。キーブレード戦争は彼らが起こしたんだ。初耳だな。どこで聞いたんだよ。いや、彼らのためになのかな。意味わかんねえ。本当は知ってるんだろ。何が。彼の地で光は闇に敗北する。次期マスター候補のお前が知らないはずない。そうね。見つめる目が全てを見てる。もう決まってるんだ、この世界の結末は。結末が決まってたらつまらないだろう。もし闇に敗北するなんて結末になるなら、俺が書き換えるさ。かなりの自信だな。でも勝負の部が悪いんじゃないか。光は闇と違って
目に見えるものだけじゃない。最後までわからないさ。期待してるよ。いやー、今オープニングが流れたんですよ。めっちゃいい。ちょっと録画禁止だったからカットはしてるけど、めっちゃいい。あのチェスが何を意味しているのか、すごい意味があるよね。おそらく7つってことは光の守護者の数だよね。おー、ここから始まるんだ。しかもキングダムハーツ1の時の空の服だ。で、奥にはキングダムハーツ2、あ、鏡になってんのかな。おー、ちょっと行ってみよう。シチュエーションコマンドがあれ3区で実行できる。いや、ちょっと待って、やべえ、感動すぎるんだけど。このさ、この空が、この画質で言い触れるのがすげえいい。いや、でもキングダムハーツ2の衣装、新しい衣装はかっこいいね。いや、やっぱこれかな、俺は。落ち着く。うおー、名シーンの数々だ。いやー、たくさんあるな。うわー、ワンの時のリクね。いや、リクではないな。賢者アンセム。賢者アンセムじゃない、闇の探求者アンセム。これね、フラグメンタリーパッセージで再現というか、高画質になって出てきた時びっくりしたよ。で、最初の出会いか。なんだこれは。君は何を求める？おお、今回もこういう形式か。これは熱い。さあ、おそらく、攻撃、魔法防御かな？いや、なんだろう、これ。均衡を求める。一回全部押していこうか。体力をも、あ、もうしっかりと書いてるわ。体力型、バランス型、MP 型ってことか。どうしようかな。能力を駆使する、湧き立つ精神。これは君の求める強さ。まあ、ぶっちゃけ体力はなくてもいいのかなって思うんだよね。コンボリーブとかそういうリーブ系があれば。うん、でも金、いや、まあ一回見よう。もうね、本当に誰しもが初見ですから、ゆっくりとプレイしていこう。どちらにも偏らないと。これでもいいかなと思うけどね。でもこれから先どんどん選択肢は増えてくると思う、出てくると思うから、こっちかな、 MP かな、これにしましょう。まあ、セオリー通りな感じ。おそらくみんなこれを選んでるのかなと思うけどね。ワンの時のあれだったらさ。さあ、次の選択肢はなんだ。おー、うわー、それ来るか。それ来るか。もうこの戦闘シーンは涙なしじゃできんかったからな、本当に。このシーンもいいね、約束か。戦級ナミネムね。そして、あ、最後は山田。あ、ちなみに山田っていうのは、俺がドリームドロップディスタンスで最初につけた、これね、ワンダニャンの名前です。何を学びたい？学ぶ。何なんだろう。攻め込む力。誰にも負けない。これでもいいかなと思うね。でもせっかく MP 上げてるの、あれか。不思議な力。目には見えない内なる強さ。これはマジック系になる、魔法系になるってことだよね。そしてこれが平均的ということかな。防御かな。守り抜く力。いやー、どうしよう。これでおそらく取れるアビリティの順番が変わってくる。だよね。すごい迷う。
すーげー迷う。じゃあ一番好きなシーンで選ぼっかな、ここは。やっぱこれかな。一番好き、もう攻め込むとかそういうステータス面関係なしに一番好きなシーンで選んでいきます、ここは。はい、ということで今編集でこの動画を挟んでると思うんだけども、編集をしていて冷静になって、俺選択これでよかったのかなってちょっと悩んじゃって、で結局1時間くらい悩んじゃって、すいません、俺これでいきます。体力を求める力、簡単には倒れない強靭な体プラス、学びたいものはやっぱね、最初にピンときたこの攻め込む力、この組み合わせでいきたいと思います。なんかやり直しちゃって申し訳ないんですけども、これが俺の選択にしたいと思います。いやーもう懐かしいシーンがって、リアルタイムでプレイしてた人はそう思うよね。俺はもうほんと半年間で全部やったから、まあでも懐かしいな、懐かしいって思っちゃう。もうこれでどこに出るんだろうね、デスティニーアイランドかな。すげえ綺麗。お、空、なんで空中にいるんだ。え、違うか、雲が映っているだけか。うわ、すげえとここれ、やーべえ。こっから何が始まる。おっと、いきなりチュートリアル。チュートリアル来ましたね。あ、三角押すとチュートリアル。まるで次。うん。まあまあまあ、この辺は、新しいのがなければいい、お前、わかるけど。戦う、で、ガード回避、うん、ロックオン、OKOK、行こう。バトルの、これ、閉じる押しはどうなんだろう。あ、まあ、チュートリアルか。おい。わー、いいね。あ、すげえすげえすげえ、なんか。何この感じ。すごい不思議な感じがするぞ。あ、壁がある壁がある壁がある。よし、早速もうボコボコしていこう。おい、いいねー、シェイ楽勝。うわー、でっけえ。うわー、お前恒例だなー。おい、毎年恒例だよ。おい、ドゥーンだろ。あかんあかん、毎年これ俺これ食らっちゃうんだよね。そして上に、あ、ちょっと待って、これ当たると食らうんだ。バーンってだろ、雨降らしてくんだろ。あ、黒い玉黒い玉。いやー、今回でも数が少なくはないね。たくさんのイクラが降っております。だいぶ醤油に漬け込んだある感じがあるね。まあそんな冗談も言えちゃう余裕があるわ。あ、そしてお腹から放射するやつね。こん時本当は上登れるんだけどガードするか。お、弾ける弾ける弾ける。おい、音かっこいいな。なんかしかもガードがなんか2段階ないか、気のせいかな。よしよしよし。あ、ちなみにプラウドモードだから敵が若干強いのかな。あの、与える攻撃力が半分になるのかな、今回。ちょっと説明見ずにやっちゃったけど。説明しっかり読んどけよかったな。で、新しい、なんだ、ダウンロードコンテンツじゃなくて、ダウンロード版限定のキーブレードもあるとは思うんだけど、まだつけれないか、さすがに。ちょっとこれは一旦離れよう。もっとロックオンの箇所ないかな。顔と左手、右手だけか。なんか前、背中もあった気がするんだけどな、ワンの時。気のせいかな。俺の記憶がもう曖昧になっちゃってるわ、ワンの時の。アクセルに怒られちまう、記憶したかっつってよ。さあ攻めていこう。いいね。まあ体力はそこまで厳しい感じではないね、やっぱり最初だからね。よし、ここは一旦降りて、うわー食らっちゃうね。でもおい、いいね。さあ攻めていくぞ。危ねえ、あいつ無限の彼方に飛んでってるわ。バズじゃん。そういやさ、バズ出るんだよね。俺バズは好きだからね。なんかね、中学生、高校生の頃の先生がなんかバズに似てて、なんかみんながバズバズ言ってたからさ、なんかもうすげえ記憶についちゃってるわ。よし、あー、やべ、最後ご了承のがいかんかったな。これはもういけるだろ。ほら、よっしゃい、オッケー。お、ファイヤーとウォーター取れた。俺ウォーターっていう魔法は一回も使ったことない。不安なことは何。え、記憶、記憶選んだらどうなんの。
俺頭悪いから記憶かけてるもん今。もしか、あ、ごめんなさい。何もなかったことにしてください。これ見なかったことにして。大丈夫。遊び方がわからなかったらいつでもタイトルからチュートリアル効果のことができる。優しいね。優しい世界だ。ゼアノートを倒すには悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな。うん、今回の承認試験は目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことでこれまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。全てを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれないですね。うん、ヒーロー様、僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。出発だ。行ってきます。シャキーン。いや、こっからグミシップ乗ってで、なんやかんや行き先わかんなくなっちゃってるよみたいな、ルートがわからなくなっちゃってるよっつってね、キーブレードが導いてくれんだよな。どうやって行けばいいんだ本当に序章だったんだこれは。出発しちゃうだよ。前とは航路が変わってるみたい。イエンシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ、どっち。それ考えてないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。前に行ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら。じゃあ何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。それで浮かんだら楽勝だわな。導く心のままに。これね。あ、何それ。これまで何度か旅立つとき、イエンシッド様が必ずボソッと言ってたよ。そうなの？聞いたことある？そら耳だったのかな。鍵が導く心のままに。やってみるよ。ゲートがよし、オリンポス目指して出発だ。いやー、こっから先ではまだ見ぬ地は。ここまではね。ああ、ここまでは見てるからね。いやー、楽しみだな。なんか BGM が若干アレンジされていたような気もしなくもないけど、俺の気のせいかもしんない。いやー、ほんと楽しみだな。こっから先不安でもあるけどね。間もなく夜空の惑星が一直線に並ぼうとしていた。誰だ。ハデスは18年温めてきた計画をついに実行に移そうとしていた。そもそも運命の女神たちが予言したオリンポスの鳥の未来はこの時が示されていた。ハデスは考える。テラやクラウド、アーロンが現れたことで計画を早まったことが失敗の原因だったのだ。そして
ついに惑星が一直線に並ぶ。惑星直列から放出された闇のエネルギーは牢獄に閉じ込められていたタイタン族を次々に解放する。さらにかつて空に倒されたタイタンたちまでもが復活を果たす。ハデスは復活したタイタン族にゼウスへの復讐心を煽り、オリンポスへ向かわせていた。やべ、演出がすごくなりすぎてる。とんでもねえ見せ方してくるね。めっちゃ楽しくなっちゃうじゃん、もうこの段階で。三人で一人前は納得してないけど、今回もよろしくな。不服なんだね、空は。出発。これは、ツイッターみたいなもんかな。空はドナルド、グーフィー。この画面さ、いいよね。労働時間退屈しないのもそうだし、なんか、こっそり隠れたなんかがありそうだよね。わー、すごい。めっちゃリアル。